どうも、ジャストニート、深夜です。本日はですね、ニトリに行って、フロアランプとかテーブルランプをいっぱい買ってきたぞっていう、動画でございます。まだね、上の部屋がね、全然スッカスカで、で、照明もなんか蛍光灯っていうか、何蛍光灯なんです。古い。もう十何年前の蛍光灯なんで、もうそろそろなんか剥き出しのなんか、何親戚んちのおばあちゃんちの台所みたいにこう、蛍光灯が剥き出しになってるんで、ちょっとおしゃれにしたい。うん。ちょっとおしゃれにしたいね。で、LED の、と、なんだろう。省エネパルクボールみたいなやつ。はい。蛍光色ではなく、電球色のものと、あと、これは台所のね、テーブルランプ。ちょっとおしゃれなやつ。剥き出しの。なんか函館のレンガ倉庫にあるようなやつね。それからフロアランプ。ね。それから、これもフロアランプなんだけど、なんかすげえおしゃれなやつ。全部で、いくらしたかな？これ全部で3万円くらいしました。全部で。うん。それをですね、組み立てて、皆さんにご披露したいなと思います。ニトリ、大好き！ね。早速作っていきたいと思います。ど深夜です。頑張るぞ。よー！これクリプトのガラチンね。ねえ、いい感じでしょ、これ。ねえ。ああ、もうすごいなんか、明るいとこ見すぎてなんか目がなんか棒になってますけど。おしゃれやね、やっぱ。この、
やっぱ電球色いいね。電球色いい。うん、白いのに、やっぱ電球色いいね。素敵やね、これ。もうずっといられる。うん。だから白熱灯だとさ、なんか、明るくて物見やすいんだけど、なんか味気ないじゃん。なんか落ち着かないんだよ、なんか白熱灯、なんか白色灯っていうの？うん。白いやつ。これやっぱ、ちょっとね、やっぱオレンジっぽい、やっぱ電球色、非常にこれ環境光としてはいいね。アンビエント聞いてるアンビエントがね、うん、いい。非常にいい。いっぱい欲しい。いっぱい欲しい、こうやって。うん。いっぱいバーって欲しい。これ。どんどんどん、3つぐらい欲しいな。おしゃれやねー。なんてことだ。いや、想像力をかきたてられます。これ何で使うかっていうと、まあ、2階がちょっと寂しいもんで、この、をちょっと2階に持ってって、ちょっと2階明るくしたいなと。あと、これなんかはね、ここに置いてもいいかもね。うん。ここなんかヨガ部屋みたくしてもいいかもしんない。うん。ヨガの部屋、ヨガ部屋、なんつって。うん。まあまあ、いろいろ考えます。これはね、台所に置きます。ちょっと台所、新しい台所のね、あの、角っこがすごいね、暗くて、そこまで設計考えられなかったのかな？ 109 万もしたのにって思っちゃう。うん。あそこ暗いからね、置かなきゃいけないんですよ。これ置こうかなっていう。うん。ね。はい。同じです。うん。ね、いいねー。いやー、ますますやる気が出てきましたよ。うん、お金はないけど。頑張るぞ。というわけでありがとうございました。ではまた来週お会いしましょう。せーの、よー。